素晴らしい試合の連続であります。これからいよいよオープン選手権大会開幕戦の第5試合目を迎えようとしております。一つは大きな拍手に迎えられまして堂々の入場でございます。アブロザ・ブッチャーが入場してまいりました。相手はドリー・ファンク・ジュニア。本当に素晴らしいゴールデンカードを迎えようとしております。ドリー・ファンク・ジュニアの入場を待ちます。先に登場はこれがドリー・ファンク・ジュニアですが、今ゆっくりと花道を通ってドリーがやってまいりますが、アブドラザ・ブッチャーが襲いかかりました。これは奇襲戦法であります。さあ場外での第何投になりました。アブドラザ・ブッチャー対ドリー・ファンク・ジュニアの対決になっております。これはまだ場外だ。やっとリングの中に入ってまいりました。ドリーも入ってまいりました。さあエルボースマッシュ、ドリー・ファンク・ジュニア対アブドラザ・ブッチャーの30分の日本勝負が開始しました。さあリングサイドのお客さんがもうずーっと後ろの方に下がりました。場外での大乱闘であります。激しいエルボースマッシュの応戦になりました。ヘッドバットはまだ見せておりません。ドリーがブッチャーの頭を取った。鉄柱にぶつけた。鉄柱にぶつけました。ドリー・ファンクも力があります。ラフファイターにはラフファイターを、すごい攻撃を展開しております。ドリーファンク・ジュニア、エルボースマッシュ、ヘッドバット出た。黄金のヘッドバットが出ました。アブドラザ・ブッチャーであります。アブドラザ・ブッチャーの黄金のヘッドバットが出ました。今度はパンチ攻撃、パンチ攻撃であります。山田さん、大変な一戦ですね。すごいですね。私もね、もうどんな試合になるかと思って考えてたんですけど、もう予想、もう完全に裏切られました、ね。はい、夢の対決。ものすごいスタートですね。そうですね、ファン投票第2位であります。まさかね、このジュニアに対してね、ブッチャーがこんなすごいね、攻撃をかけようなんて予想もしなかったですね、はい、そういうことですね。西の横綱対東の大関の対決になりました。さあゆっくりとリングの中に入ってまいりました。アブドラザ・ブッチャーであります。リングの中央で待ち構えていますのはドリー・ファンク・ジュニアでございます。ご存知のように全インターナショナルタッグ選手権者、そして第46代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンであります。ドリー・ファンク、ショルダーアタック、打ち勝ったのはどうやらアブドラ・ブッチャーだ。2、3歩交代いたしましたドリーファンク・ジュニアであります。ジュニアが怒ってますね。怒ってますね。こんなねジュニアが興奮したね、はい、顔を見て私は見たことないですよ。そうですね、はい、さてゲストの広松田さん、こういった顔ぶれの試合はアメリカでもなかなか見られないんじゃないですか。そうですね、こんなのはもう日本だけじゃないですかね。これだけ、そうですね、これだけのいい選手を集めたってことです。そうですね、なんて言いましょう、山田さん、ファン投票第2位で選ばれたゴールデンカードですからね。そうですね、エルバースモッシュの2連発であります。頭を取りました。3連発目、肩をぐーっと突き刺すようにしてエルボースマッシュを見舞います。山さんどうですか、久々に言ったドリーファンクジュニアのエルボースマッシュ、すごいですね、決まってますね、下から突き上げます。このブッチャーね、このエルボースマッシュ、はい、のけ取ってますね。そうですね、顔面が歪みます。アブドラザ・ブッチャーです。間髪を入れず左の腕を取りましたが、近距離から近い距離からのヘッドバット、正面からです。ものすごいヘッドバット、今度はサイドからのヘッドバットです。まだ流血はありません。アブドラザ・ブッチャー、拳を固めて一発額に打ち込みました。凄まじいパワーです。凄まじいパワー、アブドラザ・ブッチャー、今度は噛みつきに行った。噛みつきに行きました。これは止まらず、ロープに逃げます。ドリー・ファンク・ジュニア、日本久々の登場であります。ドリー・ファンク、本当にこの勝負は、山田さん、勝敗の行方は全く分かりませんね。分からないですね、一瞬の、ね、はい、チャンスで決まるんじゃないでしょうかね。そうでしょうね。当然優勝候補の筆頭に挙げられておりますドリー・ファンク・ジュニア、もちろんアブドラザ・ブッチャーも人気投票第3位、当然優勝を狙っての来日であります。頭を使いました。リングの中央に引き寄せる、ボディにパンチを見舞うドリー・ファンク、もう一発いきました。エルボースマッシュでいきました。ロープのリバウンドを利用して強烈なエルボースマッシュであります。2連発、もう一発、喉元へ倒れ込んだ。アブドラザ・ブッチャーが倒れ込みました。エルボードロップだ、エルボードロップ、完全にダウンだ。ブッチャーダウン、引き起こして身元へ、今度は体ごとぶつかりました。今の技は何ですか。 あれはね、フリップですね。フリップですか、はい、はい、体ごとぶつかりましたね。さあうまく跳ねのけるアブドラザ・ブッチャーです。まだカバーには入りません。ドリーファンク・ジュニア、しかしかなり怒っているような表情であります。もう一発エルボーを見ます。もう完全にエルボーの連発攻撃ですね。そうですね、落ちましたね。落ちましたね。場外に落ち込みます。エプロンを伝わって足が場外につきました。これをさらに追いかけるドリーファンク、いつもでしたらあまり場外での試合を望みません。ドリーファンクジュニア追いかけました。かなり怒っている模様であります。おっと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 、お客さんの椅子を持ったのが、あ、ドリーファンクが椅子を投げました。ドリーファンクジュニア、これは珍しいシーンです。アブドラザ・ブッチャーの顔面攻撃、しかも椅子を持っています、凶器を持っています。ロードブレアス会長が今後ろに退きました。すごい争いになります。あと機体が
ザクザクと、ね、そうですね、割れております額から鮮血がにじみました。アブドラザ・ブッチャーであります。鮮血がにじんでいます。アブドラザ・ブッチャー、10月の12日にザ・デストロイヤーから奪いました US ヘビー級のタイトル、これも12月の3日、今日の大会の3日前、キリュウでデストロイヤーに再び奪還されました。完全にナックルパンチ打ってますね。ナックルパンチですね。期待が切れます、期待が切れます。アブドラザ・ブッチャー、なかなかリングの中に入ることができません。リングの中では待ち構えているドリーガン、今度は鉄柱だ。鉄柱攻撃、鉄柱攻撃、期待の真ん中ザクザクと切れた。期待からまたぐわーっとぐわーっと血が流れ出ました。強烈な流血です、すごい流血です。今度はリングの中からエプロンにいるアブドラザ・ブッチャーの脳天磨きまして、エルボードロップを踏まえました。完全にエルボー一本攻撃であります。ドリーファンクジュニアです。すごい流血になりました。アブドラザ・ブッチャー、すごい流血になりました。アブドラザ・ブッチャーであります。まだエプロンからなかなかリングの中に入ることはできません。今度はチョップ攻撃だ、チョップ攻撃だ。上木口レフリーもこれは反則を取っていますが、非常に巧妙ですね。カウント2ぐらいでアブドラザ・ブッチャーを打ちます。アブドラザ・ブッチャーがたまらず、またしても場外にお尻から落っこちました。お尻からアブドラザ・ブッチャー場外に落ちました。すごい競争でリングの外を回ります。カウントが続きます。上樋口カウント3で今中に入ろうとする、これを捉えるドリーファンクジュニア、今度はパンチ攻撃だ。今度は逆水平の体勢だが、今ブッチャーが入った。今度は足を取る、足を取ります、足を取ります、足を取ります。今度は足殺しの攻撃か、太ももです。太ももにエルボーを奪いました。落としましたね。もう一発、体ごとジャンプ1番エルボードロップだ。今度は足殺しに行きます。今度はスピニングトーホールド、スピニングトーホールドか。2回転いたしましたが、狂気頭突きが出ましたか、なんか狂気かね、はっきり分かりませんけどね、はい、突き上げてますね、突き上げてますね、喉ですね。今のは狂気手術じゃなかったですか、ちょっと見えませんでした ね、はい、激しい一戦です。サイドからの頭突き攻撃、黄金のヘッドバット、これもたまりません。元 NWA の世界ヘビー級チャンピオンのドリーファンクジュニア、タイトルを奪われました。 US ヘビー級のタイトルを3日前にまたデストロイヤーに取られました。アブドラザ・ブッチャー流血戦、ダラダラと流れ出る額からのものすごい血であります。そして正面からの攻撃、大きく抱え投げ、そしてタイミングを測ります。ロープに一旦戻ってワン、ツー、スリーでものすごいエルボードロップ、ドリーファンクジュニアのエルボードロップと、果たしてどちらが強いでしょうか。山田さんどう見ますか。いやー、この構図つきがたいですね、はい、全くね、同じような技なんですがね、はい、打ち方も同じですがね、そうですね、本当にどちらが強いか、はい、難しいところですね。そうですね、両者ともに破壊力があります。エルボードロップの応戦になりました。今度はエルボースマッシュだ。またしても体がすごい人間風車の体勢、おっとダブルアームスープレックスだ。アブドラザ・ブッチャーを果たしてこの人間風車で捉えることができるか。どうだどうだ、スタンスを広げるが、相手はウエイトの重いアブドラザ・ブッチャーだ。持ち上がりません。一旦ロープにブレイク、ロープに逃げました、ロープに逃げました。アブドラザ・ブッチャー完全にまたしても行くか。今度はブレンバスターの体勢、ブレンバスターの体勢だ。力を入れて投げ飛ばす、これは決まりました。あのアブドラザ・ブッチャーをブレンバスターで仕留めるか。カバーに行くか、カバーにまだ入りません、カバーに入りません。さあそのままカバーにある、カウントはカウント惜しい。マッハのタイミングで跳ねのける、マッハのタイミングで跳ねのけるアブドラザ・ブッチャーであります。いやー、それにしてもさすがに世界の私ですね、ドリーファンクは、ね、まさかね、ブッチャーにね、ブレンバスターをかけようとはね、はい、すごいですね。そして左手を取ってロープに放り投げる、今度はカウンターのエルボーバットであります。リングの中央に倒れ込みました。カバーに入るチャンスだが、一発エルボードロップを見舞う、完全にグロッギーだ。そのまま抑え込む、カウントはドーッと危ない。カウントは2です、カウントは2です。底力を秘めていますアブドラザ・ブッチャー、はい、タグネスですね。そうですね、またしても、はい、他の人なら完全に参ってますね、はい、ジュニアにこれだけ攻撃されてですね。そうですね、あっと、また両者が場外に出ました、場外に出ました。首を捉えられています、ドリーファンクジュニア首を捉えられました。ドリーファンク正面からのヘッドバット、ヘッドバット、あと額に正面からこれはガツンというような音が放送席から聞こえてまいりました。すごい迫力です。倒れ込んだのはドリーファンク、倒れ込んだのはドリーファンク。さあクレイジーファイトを展開するか。椅子がキャンバスの中に入っています。先に掴むのはアブドラザ・ブッチャーが椅子を掴んだ。ロープに飛ぶカウンターの、あっとカウンターのロープのリバウンドを利用したエルボースマッシュ。またしても椅子を
つける正面からだ。これは強烈、これは強烈、あっと、あジョー樋口に当たってしまいました。これはハプニングです。ジョー樋口に椅子が当たってしまいました。あ、果たしてこれはどういうふうにジャッジしますかね。どうですか松田さん、レフリーがいません。レフリーがいません。ジョー樋口は場外で伸びています。現在レフリーはいません。すごい競争でドリーファンク対アブドラザ・ブッチャー、ものすごい競争でお客様の方にも挑みかかります。アブドラザ・ブッチャーであります。もう大変なお客様、超満員の足立区体育館、入りきれなかったお客様が1000人ほど帰ったそうであります。ドリーファンクがかなりエキサイトしております。ジャンボ鶴田が出てまいりまして、ドリーファンク、エキサイトしたドリーファンクを制止しましたが、今ゴング要請しておりますが、果たしてどういうジャッジか分かりません。まだ正式なジャッジは分かりません。もうすごく怒ってますね、ユニアが。レフリーをとにかく、はい、あの椅子でね、はい、これはあのブッチャーやろうと思ったんでしょうけどね。しかし意識的に打ったんではありませんね。弾みでジョー樋口レフリーに椅子が当たってしまいました。まだエキサイトするドリーファンクジュニアであります。かなりエキサイトしております。たびたび来日しておりますが、このドリーファンクがこれほど怒った顔を見せたのは私も初めて見ました。そうですね、本当に怒ってますね。そうですね。さて気になるのはアブドラザ・ブッチャーの動向ですけれども、あとまたまた暗闇から出てまいりました。暗闇から鬼のような表情で出てまいりました。力こぶアブドラザ・ブッチャー、じーっと見つめる、ドリーファンクをじーっと見つめています。ブッチャーの手が上がりましたね。今正式な判定がアナウンスされておりますが、今ジェリー・マードックレフリーはアブドラザ・ブッチャーの手を上げましたね。そうですね、はい、山さん、これはドリーファンクの反則ということになりますか。そうですね、いや大変な一戦で勝ち点を失いました。しかしこうなるとね、ブッチャー2点ですからね、はい、そうですね、第一戦で勝ち点を失いましたドリーファンク。勝ったのはアブドラザ・ブッチャー、反則勝ちですが、試合ルールによりまして勝ち点が与えられます。勝ち点2であります、アブドラザ・ブッチャー。さあ応援に出ました、助っ人に出ました、桜田選手のあたりをぶっ飛ばしました。危ないよ、ボコラさん、もう来るか。吉田さん、ロードブレアース会長、ジム・バーネットさん、皆さんがもう後ろの方にぐーっと下がりました。場内は荒れています。またしてもドリーファンクが攻め込みます。ドリーファンク怒っている、勝ち点を取られました。第1試合で反則負け、鐘が打ち鳴らされています。勝ったのはアブドラザ・ブッチャー、反則勝ち、勝ち点2です。えらいことになりましたね、はい、これはどうでしょう山田さん。まあね、これはあの4強のね、一角が崩れちゃったんですね、はい、早くね。そうですね、4強はね、全部あのお互いにぶつかるんでね、非常に大事な試合なんですね、はいはい、ここでジュニアがね0点で、はい、ブッチャーがジュニアから2点を抜いとったところが大きいですね。そうですね、今後の試合に相当響くでしょうね。そうですね、これでまあアブドラザ・ブッチャーは反則勝ちを拾って勝ち点2、調子に乗りますと大変なことになりそうですね。もっともジャイアント馬場選手が警戒していた相手であります。アブドラザ・ブッチャーがドリーファンクを反則勝ちで破りまして勝ち点2を得ています。やはりね、結果から見ますとね、はい、ブッチャーのね、はい、奇襲戦法がね、はい、非常に成功しましたね。そうですね、この私どもの放送席に襲いかかってまいりました。奇襲戦法でね、ジュニアをエキサイトさせてしまった。そうですね、これがもう結果的に非常に成功だったですね、はい、注目のアブドラザ・ブッチャーは来週の放送、福井市体育館でジャイアント馬場と対決することになっております。